お久しぶりです。和尚です。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回ですね、280馬力規制とはっていうね話なんですけれども、この動画ね、なぜ撮ろうかなと思ったかっていうと、この280馬力規制ってそもそも何だったんだろうなっていうね、なんかね、あの時のあれは一体何だったんだろうって。結局今ね、280馬力の規制がなくなったじゃないですか。じゃああの頃はじゃあ何だったんだろうっていうのね、ちょっと気になったんで調べてみたらですね、なんか面白いことがいろいろ分かったんで、ちょっとね、それをねシェアしたいなと思ってね、この動画を撮ってます。ね、これからね、こんな感じのフリートークもね、やっていこうかなと思いますんでね、興味があったら見てください。はい。でですね、280馬力規制なんですけども、これですね、国土交通省がですね、280馬力規制をかけたんですけれども、まあ、それね、厳密に言うと、280馬力自主規制だったんですね。この自主規制だったっていうのも僕も知らなかったんですけども、あ、自主規制だったんだっていう、命令じゃなかったんですよ。命令じゃなかったから、あ、じゃあまあ別に作りゃいいじゃんと思ってたんだけど、まあ当時ね、まあそれ作ろうと思って販売しようと思っていた日産の Z と GT-R かな、なんかね、そんなの乗ってましたけども、それがね、まあ販売するときには300馬力ぐらいだったのかな。で、出そうかなと思ってたら、その規制ができたということで、まあ自主規制なんだけどよ、だけどね、お上が言うことですから、まあ、あの自主規制と言ってもお上が言うことだから、まあ命令ですよね。命令。なんかあったら責任取ってねっていうことなんで、まあ要するに責任取れっていうことはまあ命令ですよね。まあ、要するにそうやってまあ命令をされたので、まあ、しょうがないから、じゃあ280馬力にするかということで、まあ、280馬力の規制に合わせて作っていくように各メーカーがですね、ね、なってったんだけど、だけど僕がね、免許取り始める頃かなっていうぐらいの頃、280馬力の車がすっごい少なかったんですよ。当時はね、ほんと少なかったね。280馬力なんて、本当に排気量のでかいものだけ。GTO とか280馬力だったかな。あとは何だろうな。GTR も後からですからね。3人の GTR、僕が免許取った後にできたんで、280なかったんですよね。で、まあ、280馬力なかったというよりも、やっぱり技術的には日本の技術がですね、まだまだ頑張ってはいたけど、そこまではなかなかコスト的にもなかなかいかないというようなところで、市販車のレベルで280を出すのは難しかったんですね、昔はね。で、各メーカー競って280馬力いくようにやっとなったなって言って、もうその頃には相当な技術があったんだけど、一応ね、規制がかかったんで、じゃあちょっと抑えましょうっていうことで、280馬力はね、まあ、なんていうかな、280馬力に抑えられるぐらい、まあ、要はそれを超える技術があったということですよね。だけど、まあ、その280馬力の規制があったんだけど、僕はね、当時ね、やっぱりあんまり、その、本当の、日本の技術ってどこまでのものなのかっていうのはやっぱり分かんなくて、まあそれはね、19、20歳ぐらいの頃かな、そのくらいの頃にはね、そんなにやっぱりね、車に興味はあるけれども、まだまだ知識も経験も全然浅い若造だったんで、あんまり分かんなかったんだけど、やっぱり外車すごいと思ってたんですよ。馬力がね、やっぱり外車ってすごいじゃないですか。もうね、当時はね、まあ僕の免許取った頃なんてバブルの時ですから、もう外車もすごいわけですよ。超高級車で、まあすごいパワーで、まあめちゃくちゃ安全というよりはもう本当に危険だけれども速いみたいなね、まあ、そんなのがまあ出てきてたんで、まあ、外車はすごい、馬力がすごいみたいな思ってたんだけど、日本の車は馬力をただ抑えてるだけで、じゃあその抑えた分、エンジンの開発はここまでだけど、そのエンジンの開発はまあここまでなんだけど、その代わりじゃ車種とか足回りとか、いろんなものに技術をね、費やして、で、ポテンシャルがめちゃくちゃ高くなってたんですね。で、その日本の車が、今度ね、海外のレースなんかでも日本車は全然勝てなかったですね、なかなかね。まあもう、相当いじれば勝てるには勝てるけれども、なかなか勝てなかったのが、日本の車がですね、海外のレースに行って、その市販車ベースのレースに行った時にものすごい活躍してて、要はその規制であって、規制で抑えられていたマフラーとかタービンとか、その補給類をちょっと変えるだけで日本の車はすごかったんですね。で、ちょっと速くなったら、もともと車種とか足回りのセッティングとか、その素晴らしいものも素晴らしい技術だったんで、そんなにお金をかけずに、ちょっとね、いじるだけでものすごいレースで活躍するようになって、海外ではですね、もちろん日本国内のね、
あのレースなんかもね、 GTR32GTR 有名ですけども、すごい活躍してたじゃないですか。だからすごいね、日本の技術ってもともとすごい高いところまで行ってたんですね。280馬力っていうその規制で抑えられてるだけで、あのなんかね、世の中の人たちはなんか馬力で車はすごいみたいなね感じの感覚があったけど、日本の車ってすごかったんだなと、馬力以上にすごかったっていうのが分かって、だからすごい注目をされてきたんだけども、まあ当時ね、規制がかかった原因というのは、走り屋ブームとか、まあ、暴走族とかなんかいろんなのがいて、要はですね、街中をサーキットにしているような人たちがたくさんいて、僕もその走り屋でしたけれども、まあ、やっぱり事故もあったし、危なかったんですよね。だからその事故があるから危ないからやめましょうねっていうようなことだったんだけど、今ね、そんな走り屋ブームでもないし、街中でね、そんなサーキットのように走ってる人はそんなにいないんで、だからまあ、規制がなくなってもおかしくないかなと。まあ、実際ね、GTR は世の中走ってても、そんなそこら中で GTR が事故ってるのは見たことない。僕もあの最近大きい事故をまず見てないですけども、そんなようなね、安全になったというか、まあ世の中の人たちが別にそんなことで刺激を求めなくなったっていうのはいいことなのかなとは思うんですけども、まあ逆に言えば、まあ魅力的な車がなくなったといえばなくなってますけど、まあそうかといえば、なんかサーキットとは違うけれども、まあ街中をねすごいかっ飛ばしてるなんか商業車バンとかねありますけども、あっちの方が危ないなと思うんだけど、だけどそういったね、規制があったおかげで、まあ技術はね、どん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 進んではいたんですよ。だからそれがもし日本の280馬力規制がなかったら、もっとすごかったのかっていうと、意外とそうでもなかったのかもしれないですよね。その規制があったおかげで、じゃあその規制の範囲内でどこまでいけるかっていうのを競ってたので、各メーカーとんでもない車がどんどん出てきて、ランサーエボリューションとかインプレッサなんかすごいじゃないですか。あんな車が登場したというか、それは規制があったおかげでできたのかなっていうような気もしますね。うん、あとはですね、まあ、その日本の車の技術ってその馬力競争とかだったんですけど、その馬力から今度燃費になった時には、逆に海外が、今までは海外のスーパーカーとかがお手本だったんで、まあ、馬力を出すためにはどうすればいいかみたいなところを必死になってみんなやってたんだけど、今度はですね、快適性を求めて日本の車っていうのはものすごいね、技術が進んでたんですね。快適性とか、まあ、すごい車、例えばチェイサーとかね、マーク2とか、あの辺の 1JZ を積んでいるとかね、もうとてもとてつもないじゃないですか。ソアラとかね、すごいああいうスーパーカーみたいなすごい車なんだけど、日本の車は快適、そして静か、すごい乗り心地がいいみたいなのがね出てきて、そういうところまでの技術も全部ひっくるめて総合的にすごいね、技術をね伸ばしていったんで、もうね、海外がなんか馬力競争に勝って、ね、どうだすごいだろうみたいなね、やって、で排気量やたらでかいの多いじゃないですか。 でコンパクトカーが苦手だったんですね。でコンパクトカーが苦手で、そこをまあ日本がね一気にそのコンパクトカーが得意だったんで、燃費とかね、まあ、快適性能なんていうのになった時には日本の車がすごい人気になって、海外でアルファードとかものすごい人気じゃないですか。いやホンダ車なんかもそうですけども、すごい海外で、まあ日本の車そもそも全部がね人気がすごいんですよね。でそういった風になったのも、やっぱり日本の技術がその馬力競争だけじゃなくって、じゃあ馬力が規制されちゃってるんだったら他で頑張ろうみたいなところをやってて、まあ最終的にハイブリッドとかね、ああいう海外ではなかなか作れないような技術を日本ではこう開発して、でそれがこう独占するようになってきて、今はもうなんか残念な電気になってしまいますけれども、まあ、電気が残念っていうよりは、まだまだ乗れる車があるうちは、まあ乗れる車乗っとけばいいかなと思うんだけど、なんか強引にね、まあ、なんか排ガスだのなんだのっていうことでそういう方向になってしまいましたけれども、まあこれからですね、日本はちょっとね、まあ、なかなかちょっと不利なところ、急にね、今まで頑張って作ってきた技術をハイブリッドとかっていうものがあったんだけども、頑張ったけれども結局まあ電気しかダメですみたいな規制になってきちゃったんで、まあこれからちょっと出遅れたところはあるけれども、まあこのね電気の部分で言えばね、まあ、トヨタが中国と組んだりとかっていうのもありますので、まあ、少しずつね挽回していくんじゃないかなと。自動運転に関してはね、まあ、相当遅れるとは思うんだけれども、まあ、日本はねやっぱりすごい技術を持ってますから、パクリの日本ですから、もともと外国のね車を持ってきて、それを日本人に合った、日本の道路に合った車にこう変えて、すごい技術を ね作ってね今に至りますんでね、きっと自動運転もいつかね逆転していくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、
というわけでですね、なんかね、よくわからないトークになりましたけども、これからね、こんな感じで、なんか整備動画がなくなったけども、まあ、自分らしさ、自分がなんかできることをね、少しでも発信していこうかなと思います。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。